こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、私はですね、なんですかね、今回の吉谷さんの話で2つぐらいお話しすることがあります。1つはですね、レベルの低いコピーにはレベルの低い人が集まるってことですよね。で、私はすでにコピー使ってませんから、人を呼ぶようなそんな発言とかね、それから動画とかサムネイルなんてのは作ってませんけども、やっぱりね、その入ってみたらレベルの低いコミュニティだった、なんだろうなこれはって思うってことは、そのレベルの低いセールスレターとかコピーに群がる人が1000人規模いるってことなんですよ。だからね、数多くなるはずです。なんですか、楽に稼ぎたいとか自分の力量を超えて、とてつもない結果をね、引き寄せたいとかいう都合のいいことを考えてる人ってね、本当に山ほどいて、私利私欲だけなんですよ。やっぱりビジネスって誰かの役に立って、それでありがとうでお金をもらえるって、これから外れることはないんですよね。でもなんかね、そのコミュニティに入って人に迷惑をかけながら自分が稼げればいいみたいな、ね、インチキなノウハウとか、すでに詐欺認定されたものを集めてやってるとかで、それを思わせぶりなタイトルで呼ぼうかなっていう時っていうのは、やっぱり思わせぶりなタイトルで引っかかる人がそこに行くんですよ。もはやですね、私にどんなコピーが来ても私はそれを購入することはないんですよね。なぜならそれは全てそうではないということが分かるからなんですよ。で、ここで今日お伝えする2つ目のことです。本物はどうなんですかってことなんですけど、本物はないんですよ。はっきり言ってね。本物がありそうだって思うから、いつまで経っても情報を探しちゃうんですよ。本物はないです。自動ツールとか言ってるのもありますけども、自動ツールもないです。自動ツールがあると言ってる人は、じゃあその自動ツールでまずね、1年、2年、3年と稼いでくださいってことなんですよ。結局自動ツールを紹介してる人はそれを使ってないんですよね。で、もともと自動で儲かる方法って、儲けることができない人がそれを作って、儲けることができない人がそれを紹介して、儲けることができない人がそれを使っているんですよ。誰が儲けてるんですかって話ですよね。私はだから本物はないと思います。まあこれはね、ほぼ確定で思いますね。本物なんてないです。じゃあ本物って何なんて言ったら、本物は自分の内側にあるわけなんですよ。要するに自分で扱えるものは自分で作ったものなんですよ。で、 A さんってものが本物ですよって言ってるのは、それはね、 A さんにとっての本物で、 A さん以外が使っても結果が出ないということなんですよ。で、 A さんと似たような生活環境とか、 A さんと同じような思考力とか、 A さんと同じような体力とか、 A さんと同じような顔、 A さんと同じようながいっぱい揃うと、 A さんと同じような結果が出る可能性は高いですけども、やっぱりね、そういうものにね、未だに騙されているっていうかね、騙されているんではないかもしれません。それを使ってる人は本当にそうなってるだろうから、嘘ではないのかもしれませんけども、ツールとかはないですね。ないです。私の方がこれは正しいと思います。ないんですよ、世の中に。そんなものはね、ないです。どんなビジネスのプロでも、そういったツールとかね、システムとかプログラムに頼って利益を上げてる例は今のところないですね。私が会っている、私がね、数少ない本当の人っていうのは、全部自分で集客して、全部自分で売るみたいなね、こういうことをしているか、すべて自分の裁量で FX で買っているとかね、そしてどんな投資をやるときも自分のルールを作って、誰のルールにももう毒されてないんですよ。誰にもついていってないんですよ。自分で乗りこなすものを作ってるんですよ。だからコミュニティなんてのはね、結局そのコミュニティビジネスなんですよ。コミュニティに参加している人が吸い上げられて、でコミュニティを運営している人が儲けると。そしてコミュニティに参加している人の中で一部の人が偶然その人の力で儲かってるのを、私のコミュニティのおかげですって言ってるのが、これがまたね、最初の話に戻りますけども、レベルの低いコピーってことなんですよ。もしね、本当にその塾の運営者の力で稼げてるんだったら、みんな稼げてるわけなんですよ、一人残らず、ね、でもそうなってないってことは、偶然稼げてる人だからね、100人とか集まったら、その中に1人か2人偶然稼げる人って出てきますよ、確率的に。で、それをね、私のコミュニティいるから儲かったんですっていうふうに乗っかって言うわけなんですよ。で、そのコミュニティに入って儲かった人もそうなのかもしれないと思うから、同じようなことを言いますよね。でもそうではないです。そうではなくて、誰にでもブレイクする瞬間ってあるんですよ。そのブレイクした瞬間に、たまたまその小学校にいた、たまたまその地域にいた、たまたま誰々さんと付き合っていたっていうことなんで、その人の影響かな、その学校のおかげかな、その地域のおかげかなと思いますけど、全く関係なくて、人間ってのはいつでもブレイクする瞬間たまにあるんですよ。一生に一度の爆発ってあるわけですよ。それをですね、この人が儲かったのは私のおかげですっていう人が多いだけなんですよ。だからそういうふうなことではないと思いますね。例えばバイナリーオプションとかブックメーカーとか FX もそうです。そんなものね、誰にも教わらなくても、1000人とかやってったら10人ぐらいは本当に儲かる人出てくるんですよ。
で考えてくださいよ。一つのコミュニティにじゃあ100人入りました、10人ぐらいは勝手に儲かってるんですよ。それをコミュニティのおかげだって言ってるのがレベルの低いコピーなんですよ。だから本物はないと思います。で、稼げない人って自分の力量を上げるんじゃなくて、稼げそうなツールとかついていったら大丈夫そうな人を探しまくるんで、ずっと構われるんですよね。もうそれにつきますよね。うん、ただまあ強いて言えばきっかけはいると思います。きっかけは必要かと思いますよ。吉谷さんみたいに動画放送をたくさんしてね、全くそこをブレることなくやり続けてる人、あ、なるほど、ボンジテってここまでやるもんなんだっていうふうなきっかけをもとにアフィリエイトサイトずっとボンジテってする人がいれば、その人は偶然儲かったんだけども、その吉谷さんのボンジテってを見て触発されてボンジテってをやっぱりね、履行したってことだと思います。でその人は目の前にボンジテっての例を見なかったらやらないかもしれないんですよ。だからそういうので、そういう意味では私たちがね本当に見せていける、お手本になれる、保証できるのは続けるってことかなと思いますよね。しつこく続けるってことです。どんだけしつこく続けましょう、しつこくやりましょうって言っても、私は吉谷さん以上にやってる人はこの地上にはいないんですよね。ことネットでビジネスやってる人の中にはそういう人はいません。もうなんかね、ツール開発したらそれを、ツールが1個あるんだ、それ自分でパソコン50台並べてやればいいわけなんですよでもそれしないんですよね。なぜかそのツールを売った方が儲かる、要するにツールの売り上げよりもツールを販売した方が儲かるっていう風になっちゃって、ツールの方が儲からないっていう風に肯定しちゃってるわけなんですよね。だから私は全てのツールは全く興味が湧かないですし、まあ、買う人は気の毒だなと思うばかりですよね。本当にそのツールが効果を出すんだったら、100人買ったら100人がそのツールのおかげで全員が同じ結果を出すはずなんですよね。人が教えるってものにはムラがありますけど、ツールってのは完全にフォーマットですから、誰がやっても同じ結果になるからツールなんですよね、道具なんですよね。でそうならないってことはね、そうならないものなんだろうなと思いますね。うん、まあ吉田さんもね、これは本物だって思ってるかもしれませんけども、私というよりもね、その話を聞いたほとんどの人が違和感を持つのが、じゃあだったら吉谷さん、その本物があるんだったらそれをやればいいのに、なんでねそれをやらずにわざわざ商品作って集客して動画いっぱい流すんですかと。それほどまでに好きなんだったらしょうがないけども、客観的にお金さえ入れば何でもいいと思ってるんだったら、別に商品売ることなくってそのツールをどん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 使うんじゃないかなっていうふうに疑問を持つと思うんですよ。で私はね、ツールっていうのを全く使ってないですし、全部裁量であり自分の頭でやってますんで、だから私の行動を真似することはすごく難しいと思います。アフィリエイトサイトだって1万個なんて作れないと思うんですよ。私ももうこんなアフィリエイトはサイトを量産して儲けましょうみたいなね、ヨタ話で言いますけど、それを真面目にやりましょうなんて話はしないです。誰もできないんで、1000個だってできないですから。で最初から1000個レベルのサイトが作れないとかね、1年間で2万リスト集められないと、そんな常人じゃないと、普通の人はそんなことできないよって思ってるものを人に押し付ける気にはならなくて、私は自分ではたまたま偶然できただけなんですよ。たまたま根性があって体力があって、たまたま無鉄砲だったんでできただけなんですけど、ほとんどの人はそうは難しいんで、それを進める気にはならないかなと思いますよね。まあいろいろと話しましたけども、もう一回最初に戻ります。レベルの低いコピーにレベルの低い人が集まると、それに尽きるかなと思います。そして本物はありません。本物は自分の内側にあるもんであって、自分の外側にはないんですよ。で、A さんが本物だと思って運用しているものも A さん以外では使いこなせないということもね、これも肝に銘じておくべきことかもしれませんよね。だからね、同じものを使っても人が違えば同じ結果出ないんですよ。なのにあの人がこれを使ってるから自分もそれ使ったらそうなるのかなって思っちゃうところに、まあ人間のね浅はかさがあって、いつまでたっても大金を得れない、そのねループがそこにあるんですよ。どうでしょうか、ツールを買って実際に儲かりましたって人出会えますか。そんな人に出会ったらそれはすごいですよ。ツールを使って毎日儲かってますっていう人がね、少なくとも私と同じ 年代ですね、7年間ぐらいやっといてほしいですね。私も7年間ずっと儲け続けましたけども、全部自分の頭で作ってきました。自分の労力を投じて作ってきました。でもツールに乗っかって7年間、ね、やった人がいるとしたら、それは私もね、兜を脱ごうかと思います。せいぜいツールって言っても、うまくいくのがせいぜい1年か2年なんですよ。
1年か2年たまたまうまくいったものをずっとうまくいくみたいにセールスをするから、まあいまいちだなと思うんですよね。でそれに引っかかる人っていうのは結局そのレベルの人だというふうに私は思いますけどね。ちょっと過激なことを言いましたけども、これはね、そういったツールとか聖杯とか黄金の手順を求めてる人にその思考がまずは間違いだよ、カモラレ思考だよってことを言いたくて、今回の動画にさせていただきました。それでは失礼します。